庄司太郎12月11日から1972年10月4日は日本の歌手。ロイド眼鏡、塩ビ服を着用し、直立不動の姿勢で歌うという特徴があった。1965年、紫綬褒章受章。秋田県秋田市大所町2番地に生まれた。1908年、父大蔵が秋田県庁を辞職。南満州鉄道株式会社に入社。両親は満州へ。庄司は祖母活の下で生活する。秋田中学時代にバイオリンに魅せられ、満州にいる父に懇願するが逆鱗に触れ断念。秋田県立秋田中学校を卒業。上京し、国民英学校に学び、早稲田大学商学部予科に入学する。卒業間際に庄司久子と結婚した。佐野学に研究家で、マルクス経済学を学ぶ。研究科修了後、1923年9月南、満州鉄道株式会社に入社、庶務部調査課に勤務。満州における産業組合を脱行するが、あまりにも左翼的ということにより、1927年、鉄嶺の図書館に左遷される。音楽の夢が捨てきれず、満鉄には7年間勤務したが、その後、退社して帰国。弟三郎と早稲田鶴巻町で中華料理店を経営。上海の街角でのスチール。佐野修二と声楽を下谷川圭介に師事し、音楽コンクールの声楽部門で我恨まず仮面舞踏会からのアリア、レナートの詠唱を独唱し入賞した。流行歌のレコードは日東レコードでの宇治茶摘み歌の吹き込みが最初。大日本雄弁会講談社レコード部専属になり1933年プロ歌手となった。河原の月よ、山は、夕焼けなどを吹き込む。放送オペラにも出演。椿姫では、医師の役を演じた。日本ポリドール蓄音機株式会社で吹き込んだ赤城の子守唄が、1934年2月に新譜で発売され、空前のヒットとなった。その年には、国境の街も大ヒットし、歌手としての地位を確立した。その後ポリドール専属となり、澄んだバリトンを活かして、紫小唄、明月赤城山、麦と兵隊、旅、笠道中、野崎小唄、隅田川、湖底の故郷などのヒット歌謡で、庄司太郎時代を到来させた。また、谷間の灯火など、外国民謡においても豊かな歌唱力を示した。大戦中は低築へ移籍し、ああ草枕幾度ぞや、琵琶湖愛歌、戦友の遺骨を抱いて、などを吹き込んでいる。戦後は、戦前のヒット曲が軍国主義につながるとして、国粋的なヤクザものが禁止され、また、進駐軍からも睨まれ、不遇の時代が続いた。1946年、ポリドール復帰第一作が、さらば赤城よ。1949年、キングレコードへ復帰。1953年、日本マーキュリーレコードへ移籍。その後、次第に地方公演で人気を回復し1957年、東京浅草国際劇場で庄司太郎歌謡生活25周年記念公演を開催。1963年に任意団体日本歌手協会初代会長に就任。空前の夏歌手の歌声ブームの中庄司太郎の人気が復活し、夏メロ番組に出演するなどして脚光を浴びた。1972年9月26日午後2時30分頃、立川市内の知人宅で調子の悪そうな歩き方を心配したマネージャーに調子が悪いのではないかと問われ、自分の体の調子は自分が一番よく知っている。眠たいだけだよと横になり、そのまま意識不明に陥った。翌日午前には立川中央病院へ入院。次男、妹の手を握り、数人のファンに見守られ、10月4日午前8時50分に脳内出血のため死去した。享年73。葬儀は史上初めての音楽葬だった。NHK 紅白歌合戦に計4回出場している。直立不動のスタイルは、剣豪、宮本武蔵を彷彿させるものであり、また、一生民楽の言葉のごとく、歌は民のためという信念を持ち、あの常に真剣勝負の姿の歌唱魂は、激動の昭和を生き抜いた時代精神を表している。庄司は生前、マイク一本四方が私の道場です。大劇場であろうとキャバレーの舞台であろうと、変わりありませんと述べていた。また、庄司の人生は病との戦いの日々でもあった。1948年に直腸癌の診断を受け最初の手術。以後、1955年、1964年と計4回に及ぶ手術で直腸を全摘。オストメイトとなり、その都度、再起不能と言われながらも、衣装を身につける際は、晒しできつく腹を巻きつけながら、また、薬の副作用で顔色が変わってしまうような時は、化粧を施して、ステージに上がった。病魔を克服しての音楽人生だった。